習するの？するよ。その時間に？うん。じゃないでしょ。合わせて。合わせてね。はい。じゃあお疲れ様でした。短めで。はい。せいや君といよいよみたいな感じは。いよいよっていうかやっぱり向こうもランキング徐々に上げてきてるんで、うん、いずれやるのかなっていうのは感じてました。かわいがたアマチュア時代の印象とか残ってました。まあでもアマチュア時代からなんかほんとタフな感じはありましたね、うん、はい。そういう厳しい試合になるだろうなみたいな感じ。厳しい試合にはそれでもしない、厳しい試合にしないですね、うん、もう内容的にも一方的にまずくっついても離れても自分のやりたいようにやるだけなんで、うん、まあ、熱い試合にはなるかもしれないですね。でメインイベント、はい、1日目、はい、そこはやっぱりメインイベンターとしてやっぱりインパクトある最後会場をしっかり締めれるような結果を残していきたいです。今日堤選手と言葉交わされて、ありがとう。いや、特にそんなには顔してないですもん。本当に挨拶ぐらい、うん、よろしいですか。はい、ありがとうございました。